もう昔から歴史の深い、場所なのかなと思います。山田報国先生ゆかりの地であったりとか、まあね、あのこのエリアっていうのは、まあ、旧北郷町なんですけど、まあ、ブリーチがね有名なんですけど、まあ、これがなんかいろいろ人手にでにぎわい3000本を超えるブリが、売り買いされたというようなことがあって、その大観所が置かれたとか、まあなんか結構ね、気になる場所かなと思います。で、あとなんか古墳とかもねなんか有名みたいで、これにもね古墳今これはブリーチ、まあ離れてるんですけど、もともとなんかこの辺でやってたらしいんですけど、今現在地はこっちですね。ここつい陣屋ってあります。陣屋の、旧表門だそうです。今はお寺の山門になってますけど、どんな陣屋の表門、旧表門だったそうです。
すごいですね、立派な神社。いやすごい高い杉の木ですね。ちょっと一度は訪れてみたかった場所なんですけど、こちらがこれもまた有名な岩だそうです。まあ、こういう感じでね、古墳もね結構この辺にはいっぱいあるってことで、でこの横に走ってるのが国道の313号線なんですけど、本当にこの横にね道があるというか、この中津っていうのがあるんで、まあ、基本的にはここを通るのはもう本当にこの辺の人だけとか、まあ、例えば古墳とかそういう古墳を見に来る人とか、まあそういう人たちに限るのかなと思います。よし、
よし、ここがあの横べ、うわでっかい88の背だ。蜂がいますね。横べ庵という場所です。ちょっとあの蜂の巣があって近づけないですけど、